ましたよ。昨日から始めた特訓でここまで上達するなんて大変な進歩です。ご褒美にとっておきの技を見せちゃいましょう。先生、まさか。アバンストラッシュ。威力すっごい技だな。俺も早くアバンストラッシュみたいな必殺技を覚えたいです。ノンノン、物には順序があるのですよ。大地を切り、海を切り、空を切る、そして全てを切るのがアバンストラッシュなのです。大君。半端じゃないですよ。下手をすると死にます。島の皆さんが修行に協力してくれますよ。私と戦うのです。私はある魔法で君を攻撃します。君も全力でかかってきてください。今から私の皮膚は鉄よりも硬くなってしまいますからね。大地だ。貴様の弟子全てを抹殺してやる。この気配
てください。血をかけたメガンテでもこの俺にとどめを刺せなかった。貴様らアバンの弟子どももこの場で根絶やしにしておかなくてはな。大丈夫じゃ、まだアバン殿がかけてくれたアストロンの効果が残っておる。俺のメラは地獄の炎、相手を焼き尽くすまでは決して消えん。こいつを放っておけば貴様らは やめろ、やめてくれ。そう嫌がることもあるまい。死ねばあの世へ行けるんだ。大好きな先生が一足先に待ってるぞ。そうだ、先生は俺たちを助けるために、生き残らせるために死んだんだ。ここでやられちまったら先生は何のために命を捨てたんだ。この命は先生からもらった命なんだ。なんだと、こいつアストロンを自力で破ろうというのか。バカな、あの紋章はよくも先生を許さない。皆殺しにしてやる。せっ、図に乗るな小僧。大破壊。
必ず大魔王を倒してやるからさ、ポッコは。泣き疲れてまだ眠っとるよ。よほどショックだったんじゃろうな。じいちゃん、ポップのこともよろしくな。ここからならロモス王国が一番近い。北へ向かってまっすぐじゃ。無理をするでないぞ、ダイよ。うん。じゃあみんな元気で。ダイ。ふざけんじゃねえぞ。俺を置いていこうだなんて。ポップ。勘違いするんじゃねえぞ。別に魔王軍と戦いに行くんじゃないんだ。あんな島にのんびりしていたくねえだけなんだからな。よし、出発だ。二人とも無事を祈っとるぞ。